特に採用後にやってるっていうのは大阪市職員としての自覚が足りないですよそれは大阪市は教職員を除く3万4000人の職員に対し入れ墨をしているか調査していました今日発表された最終結果では入れ墨をしていると答えた職員は113人でしたごみ収集などを担当する観光局が75人と最も多く 現業部門が107人と大半を占めています職員のうち15人はプライバシーの問題などの理由で回答を拒否しています